八伏山は福井県鶴ヶ市と南城郡南越前町との境にある標高761.8メートルの山。山頂には二等三角点が設置されている。八伏山は鶴ヶ市街から北東に位置し、山頂からは西に鶴ヶ湾を延望できる。八を伏せたような丸みのある山陽から名付けられたという。登録は 今城365スキー場として利用されている。北には北陸自動車道鶴ヶトンネル、南に北陸本線北陸トンネルと主要幹線が貫く。山頂の南東には木の目峠とその振動となる2004年に完成した国道476号木の目峠トンネルが鶴ヶ市と南越前町を結ぶ。福井県鶴ヶ市側の新保から 木の目峠を経由するコースが一般的である。木の目峠トンネルの手前に駐車スペースが設けられている。沢を左手に見ながら40分ほど登ると、かやぶきの建物のある木の目峠に着く。峠の左側が八伏山に至る南東尾根であり、途中、今城365スキー場のゲレンデを通過しながら20分で山頂である。 山頂西側は伐採されており、眺望が明けている。鶴ヶ湾と鶴ヶ半島のエーラが、竹、西方ヶ岳が、目の前にあり、鶴ヶ市街地の向こうの野坂岳、また、若狭湾方面には、常上半島や、クスヨルが岳も遠望できる。なお、南越前町の今城365、スキー場からは舗装された林道が整備されており、木の目峠近くまで上がることもできる。 ただし、急勾配かつ、離合困難な箇所もあり、運転には注意が必要である。古代から交通の要衝であった木の目峠を抑えるため、八伏山には早くから山城が築かれてきた。山頂から南東尾根に沿って八伏城、観音丸城、木の目峠を挟んで、木の目峠城、最高寺丸城があり、これらの城は木の目峠城西軍と呼ばれている。 平安時代末期には、源義仲が栗から峠の戦いで敗走する平家の退路を立つために利用したというが、現在見られる上司は戦国時代のものであり、永禄十二年に朝倉義影が織田信長の信仰に備えて築き、天正元年の一条、国城の戦いでは、金巻氏の金巻義信が上司を務めた。朝倉氏滅亡の後に起こった、 越前一向一期でも一機中が信長との戦いで使用している。ありがとうございます。